めて大人に乗ったのは19の時で、友達が乗ってたから乗っただけなんだけど、すごいなんか自由な感じがして、わあこんな面白い乗り物があるんだなって思ったのが、まあ最初です。夜走りに行くのが多いん で夜になると、まあ道も空いてくるん で東京都内も結構空いてくるんで、まあトンネルを走ったりとか、あとはゲートブリッジなんかを走ったりするのが楽しいんです。もちろんスタイルが好きっていうのもあるし、あとはさっき話したようにこう古い音が乗るっていうのは、その空気感の中でこう走れるっていうことももちろん楽しいし、あとはスピードも、まあ古いバイクのスピードは僕にとってはちょうどいいっていうのもあるんで、まあスタイルもあとはスピードもどちらもですね、